昨年夏から1年にわたって激戦が繰り広げられているバフムート近郊では、バフムートの南にあるクリシェイフカの集落において、ウクライナ軍がロシア軍をバフムート方面に後退させていることが、インターネットや SNS に投稿されている動画や画像などによって明らかになっているよね。さらにクリシェイフカの南にあるアンドリーフカ、クルジュミフカ、ザイツェベなどの集落の他に、ゴルロフカなどの都市にもウクライナ軍が圧力をかけていると見られ、バフムート近郊の戦線では次第にロシア軍が東に押し込まれつつあると見られ、特にバフムートからこれらの集落を結んでいる鉄道路線にまでウクライナ軍が進出していることが確認されているぜ。さて今回はウクライナ軍が優勢となっているドネツク州バフムート近郊の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。8月から9月にかけてインターネットや SNS 上で確認されている動画や画像などによる視覚的証拠は、圧倒的にウクライナ側から発信投稿されたものが多く、バフムートの市街地方面に攻勢をかけているウクライナ軍部隊は敵の機械化部隊を2度殲滅するのに成功したとする情報があるほか、ザリズニャンスキー方面でもウクライナ軍第30機械化旅団が大規模な掃討作戦を実施していることが伝えられているよ。そして、8月22日から29日にかけて確認されている動画や画像からは、ウクライナ軍がクリシェイフカ集落内にいたロシア軍部隊を北に後退させていることが示唆されていたのであるが、8月31日から9月3日までに確認された視覚的証拠でもそれ以前からの勢いが継続していて、ウクライナ軍が戦闘の主導権を握っていることを裏付けているものが多いんだ。また、ウクライナ軍は最前線のロシア軍部隊のみならず、後方の幹線道路 T513 沿いにあるロシア軍陣地や展開している砲兵部隊に砲撃を加えて榴弾砲を破壊する様子や、あるいはロシア軍の前線指揮所や弾薬庫所などへも砲撃を加えている様子が撮影された動画や画像が多数確認されているな。これらのことからバフムートの南側に展開しているロシア軍部隊は、ウクライナ軍の攻勢によって相当な消耗を強いられていることは間違いないと見られ、このままの状況が続くと戦線が一気に崩壊して、ロシア軍が昨年のハルキウ州での反転攻勢作戦で見せたような壊滅状態となって東に回送する可能性があるとする見方が出始めているぜ。この方面におけるロシア軍の予備戦力がどれほど残っているかは不明だけど、6月に始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦の中で、これまで進軍を食い止めていたと見られていた南部ザポリージャ州のウレホボからトクマク、メリトポリへの攻撃軸において、ロシア軍が構築していた三重の防衛ラインのうちの第一防衛ラインをウクライナ軍が突破したことを受けて、東部戦線における最強の予備戦力と目されていた第76新鋭空挺師団が援軍としてトクマクに移動したとの情報があるんだ。この第76新鋭空挺師団はロシアがウクライナへの侵略を開始して以降、ウクライナ各地の最前線に配置され続けていて、侵略戦争が始まったばかりの初期の数週間はウクライナの首都キーウ占領を目論んでいた。軍団の所属部隊としてキーウ周辺における戦闘に参加しており、2022年春に起こったキーウ周辺の集落ブチャでのウクライナ市民虐殺に関与した疑いがあることが伝えられているよ。また、ロシア軍がキーウ占領を諦めてウクライナ中北部から撤退した後は、保有している最新の T90 戦車や T72 戦車、BMP2、BMD などの歩兵戦闘車とともに東部ドンバス地方の戦線に配置され、2022年8月にはウクライナ軍が南部ヘルソン州において反転攻勢作戦を実施し、ヘルソン州の奪還を狙っているとの陽動作戦上のフェイク情報を信じたロシア軍上層部によって、ヘルソン州に移動させられるなどウクライナ各地を転戦し、他のロシア正規軍部隊と違いウクライナ軍に大きな損害を強いていたことから、西側諸国の軍事専門家の間においても精鋭との評価がなされていた部隊だな。この第76新鋭空挺師団については、アメリカのシンクタンクの一つ外交政策研究所のロブリー氏が、第76新鋭空挺師団は現在のロシア軍における最高の精鋭師団であり、
これまでのところ他の空挺部隊と比べて消耗が少ないと見られていると述べていて、ロシア国内の予備戦力とされている部隊の中では盛況な部隊であるとの見方を示しているが、実際には先に述べたように同師団は各地の最前線を転戦してきたことによって損害を被っており、決して無傷で温存されていたわけではないぜ。このところロシア軍は東部戦線のルハンシク州クレミンナやクピャンスクなどでやや攻勢に出ていると見られ、この地でこれまで攻勢に出ていたウクライナ軍は守勢に転じていると見られているんだけど、昨年9月以降押し込まれていたロシア軍部隊が攻勢に出られたのには、後方にこの第76新鋭空挺師団が控えていたことが大きいとされていたよね。また、ドネツク州バフムートにおいてもウクライナ軍がわずかに攻勢でありながらも膠着状態に陥っていたことについても、第76新鋭空挺師団の存在が大きいとする見方もあるぜ。しかしながら、今回この師団が南部ザポリージャ州に移動したことによって、東部戦線におけるロシアの予備兵力が大きく削がれることになり、バフムート周辺のウクライナ軍の動きが活発になってきたことと無関係ではないとする見方があるってわけだ。また、移動先はトクマクとされているため、その北のロボティネを奪還したウクライナ軍部隊の進撃を防ぐことが与えられた任務とみなされているものの、その東北方面にはドネツク州南部からアゾフ海沿岸の港湾都市マリウポリやベルジャンシクなどの奪還を狙う攻撃軸が展開されており、そこにはウクライナ軍における盛況地上部隊とされている4個の海軍歩兵旅団が配置され、南部ザポリージャ州のモクリアリー川渓谷沿いにアゾフ海沿岸に向けて進軍していることが報じられていることから、そちらの戦線の増援として派遣される可能性もあるみたい。ウクライナ軍はこれまで反転攻勢作戦の攻撃軸が複数あることを兵力の分散を招いているとして、批判する声があったけど、この戦況においては逆に南部だけでも2つの大きな攻撃軸があることで、ロシア軍が東部戦線から予備兵力を回さなければならなくなった戦況を作り上げることができているんだ。ウクライナ軍はどちらの攻撃軸に第76新鋭空挺師団が現れたとしても、それによってザポリージャ州のロシア軍においてはもう後方予備部隊はないとされ、第76新鋭空挺師団を確実に引きつけておくことで他方の攻撃軸の進撃が容易になると考えられるよ。もしトクマク防衛に投入されたとすれば、モクリアリー川渓谷沿いの4個海軍歩兵旅団の進撃が容易になり、アゾフ海まで到達することが考えられ、海軍歩兵旅団の正面に配置されたなら、ザポリージャ州において現在直面している第2の防衛ラインの突破が見えてくるだろうな。さらにタス通信が報じたところによると、第76新鋭空挺師団の本拠地があるロシア北西部プスコフ州の軍民療養空港に対して、8月30日未明に大規模なドローン攻撃があり、IL-76 輸送機2機が大破するなど4機が損傷を受けたとされ、ウクライナ軍のドローンによるロシア国内の空軍基地への攻撃が相次いでいるぜ。このことを受けてロシア領サラトフ州のエンゲルス空軍基地では、駐機している中95爆撃機の機体の上にタイヤを並べている画像が確認されており、ドローンの攻撃から機体を保護するためではないかと噂されているよ。この程度の防御でドローンによる攻撃を防げるのかについては疑問視する声が上がっているが、掩体壕などがない空軍基地において多数飛来するドローンから航空機を守るのにロシア軍には他に方法がないことを自ら物語っているとして、基地の防空体制が確立されていないことを指摘する声もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。